小口川ダムは、富山県富山市、一級河川、上岸寺川水系小口川に建設されたダム。高さ72メートルの重力式、コンクリートダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、アリミネ第三発電所に送水し、最大2万キロワットの電力を発生する。昭和30年代、北陸電力は、 上岸寺川アリミネ発電計画を推進。上岸寺川水系和田川の源流にアリミネダムを完成させ、戦後の復興と高度経済成長を支えた。昭和50年代になると、冷房の普及により、夏季の昼間に消費される電力量が増大。これを賄うべく、北陸電力は既存のアリミネダム再開発事業に着手した。昭和30年代における開発では、 アリミネダムから和田川右岸に沿って水路を伸ばし、まず、和田川第一発電所、和田川第二発電所で合計最大13万8000キロワットの電力を発生。さらに、和田川第二発電所の放流水を新中寺山ダムで再度取水し、新中寺山発電所にて最大7万3000キロワットの電力を発生させていた。これを右岸ルートと呼ぶ。これに対して、 今回増設される砂岩ルートは、アリミネダム砂岩に増設する取水口から、和田川砂岩に沿って水路を伸ばし、アリミネ第一発電所、アリミネ第二発電所で合計最大38万キロワットの電力を発生するものである。いずれの開発においても電気が大量に消費される、時間帯に集中して発電することを主眼において計画されているため、こうした運用に伴う、 下流河川の増減水を抑える逆調整地が必要となる。右岸ルートにおいては、小幡ダムがその役割を担っていたが、今回左岸ルートの増設に伴い、小幡ダムの上流に、左岸ルート専用の逆調整地として小口川ダムが増設されることになった。小口川ダムの建設工事は1977年に着工。1981年に完成した。アリミネ林道。 ミス連絡書を過ぎると小口川ダムである。当地は有料道路区管内にあるため、所定の通行料金を支払う必要がある。ダム直下には小口川神社や小口川記念館がある。記念館内を除くと、上流の小口川第三発電所で使用されていた用水ポンプが安置されており、屋外には同じく小口川第三発電所で使用されていたジョンソンバルブや 熊野川第三発電所で使用されていた水圧鉄管が展示されている。小口川ダムの直下にアリミネ第三発電所がある。人口の地下空間内に発電所を設けた地下式発電所であり、その指向には新オーストリアトンネル工法を採用。一般的なトンネルと同様、天井が低く横方向に長い空間内に横軸フランシス水車発電機が1台設置された。 小口川ダム建設工事の内コンクリート打設作業におけるタワークレーンの採用など昭和30年代に比べず一緒に土木建築技術の進歩が見られた。ありがとうございます。